ゴローチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ゴローです。今回ゴローチャンネルシャープ7になるかな、第7回目ということで、前回新型コロナウイルスの件について少しお話しさせていただきました。今回ちょっとね、路線を変えて、今までパチンコパチスロ番組に出ているんですけれども、ギャンブル関連のことで、はい、少しだけ今日お話しさせていただきたいと思います。今回のテーマ、なんと4096人に1人必ず100万長者はい、ということでですね、ちょっとインパクトのあるタイトルだと思うんですが、皆さんご存知の方もいらっしゃると思います。競輪、競馬、競艇など公営のギャンブルというのが、世の中にはございます。その中の一つにですね、当たるんですと、当たるんです、はい、というですね、オートレースの、はい、競泳ギャンブルが存在します。少し前から、目はつけていたんですが、なかなか手出してなかったんですよね。そこについて、まあ今自粛期間ということで、なかなか外出もできないんで、家の中で何かしら熱くなれないかということで、今回この当たるんですというのにスポットを当ててお話しさせていただきたいと思います。それでは当たるんですの概要もね、ちょっとだけお話しさせていただきますと、まず特徴的なのが、業界ナンバーワンクラスの高確率ということで、なんと4096人に1人必ず当たりますよというのがこちらの大きなテーマでございます。はい、その4096っていうのは、なんでそんな数字になってるのかということをまず説明させていただきますと、オートレースというのは、1回のレースで8台のバイク、1番から8番のバイク、それが一斉にスタートして1番を決めます。そのレースが4回あって、1等を当てていく、要は、8台のバイクが4レースなんで、 8×8×8×8、 8の4乗で、4096通りの買い方ができるということでございます。で、その4096通りの、要は車検をですね、みんなが一口、1通り一口として購入していく。そして4096口売れたらレースがスタート、まあ、この賭けがスタートしますよということで、全ての全通りを買うことで、その中から1人だけ当たりが出るっていう仕組みなんです。わかりますか？はい。で、その当たるんですというのが全部で3種類あります。当たるんですミニというのは一口500円で、4096分の1でなんと143万円、最高143万円当選しますよというのが当たるんですミニで、当たるんですメガという一つ上のクラスになると、一口3500円でなんと同じ4096分の1で1000万円。すごいでしょ。はい。さらに、当たるんですギガという一番上のクラスがあるんですが、そのクラスになると一口3万5000円でなんと1億円。ということでですね、非常に夢のある企画でございます。なんでこれが、世の中に出回らないのかと結構考えたんですけれども、私も当初これを知った時はちょっと怪しいなと思いました。なんせ確率がすごいで、これ一口から買えるんですけど、一人何口でも買えるんですよ。お金さえ出せば10口買うこともできるし、100口買うこともできるし、1000口買うこともできる。で、この口数をたくさん買うことでどうなるかというと、当然当選確率が上がっていくわけです。一口買ったら、4096分の1、10口買ったら当然それが10分の1になるんで、約410分の1で当選です。1000口買ったら40分の1です。はい。こんな具合にですね、結構たくさん口数を買って金額を上げていくとギャンブル性が非常に高まるんですが、当選率も非常に高いということでですね、
さっきね、翔くんにもちょっとこの話したんですけど、これは夢があるねと、ちょっと現実的な数字よねっていうところでびっくりしておりました。はい、それでは、今回のこのアタルンデスの購入方法についてここで少しお話しします。私も先日やったんですけれども、まずホームページ、アタルンデスのホームページの方に行って会員登録をします。会員登録自体は、その日のうちにできて、で今度そこから銀行口座の登録であったりクレジットカードの登録っていうのをします。そしてまず、自分が持っている現金をそのアタルンデスのポイントにチャージします。そしてそのチャージした分のポイントで購入していくような感じなんで、まあ最近ね、PayPay とか LINEPay とかいろいろあると思うんですけど、ああいうのと一緒で、要は1回チャージしてそのお金を使っていくようなシステムですね。はい、なので、実際には会員登録して3日ぐらいかかるかな。はい、まあ平日とか土日とかその辺挟んどったらちょっと違うのかもしれないですけど、だいたい登録してから 2,3 日で遊べるようになります。それでですね、私も先日、ちょうど昨日かな、昨日、車検の方を購入しました。当然初心者なんで、まずは、アタルンデスミニ一口500円のくじを、10口買いました。これで当選率は410分の1になります。私は今日この後あるオートレースで410分の1で5000円が140万円に化けるかもしれない。いいでしょこれ一発目で当たったらちょっとやばいね。まあでもこれ140万当たったら、その140万を使って次1000万を狙っていくっていう流れが自然なんじゃないかなと。まあお金があったらね、お金があったら一気に投資してバーンっていう絵をお見せできるんですけど、まあ、そこまでの分資金がないんで、まあ、地道にやっていこうかなと。その代わりですね、私実は運にだけは自信があるんです。はい、以前ですね、ラッキーマン五郎の自己流がベストという番組やってまして、まあ、うん、知識はないけど、運だけはかなりいい方じゃないかなと自分で思ってますので、今回もね、もう当たる気がしてならない。あとですね、こちらの当たるんです、大きな魅力がいくつかあります。一つは、当然、高確率、4000分の1で当選するかもしれないという一つと、あと、競馬、競艇、競輪等と違うのは、知識がなくてもできる。オートレースの知識がなくてももうランダム抽選になるんで、誰でも一口購入したらランダムに選ばれた数字が割り当てられます。はい、いわゆるトトですね、宝くじと一緒ですね。競馬とか競艇になるとロト6とか自分で数字で決めるでしょ。自分で決めないのがこの当たるんですの特徴なので、まあ誰でも簡単にできるよというのが大きな魅力の一つじゃないかなと。ということでですね、レースがあと1時間ほどで始まります。また結果の方はですね、別撮りで、はい、この後編につけて、はい、やっていきたいと思いますので、今回は当たるんですというくじについて皆さんにご説明させていただきました。それでは結果発表の方へゴー。はい、それでは、今からレーススタートとなります。あとそうですね、3分ぐらいかな、発送予定時間。はい、ということで、今回私の抽選番号に関しましてはこちらでございます。どうぞ。はい、見ていただければ分かりますが、第9レース、私でいう1レース目になるんですけど、ここに関しては、1から8枠どれが来てもとりあえずセーフ、ね、さらに2枠と4枠が2つずつ中に含まれてますんで、ここがどちらかが来てくれたら、まあ、10個のうちの2つが残る、 20% が残るということで、いきなり波乱の予感ですねまあもともとね、4000分の1、410分の1かになってますんで、はい、まあそう簡単ではないと思うんですけど、なんかねこういうの当たりそうな気がするんで、はい、ドキドキワクワク見ていきたいと思います。ハラハラ
あ、締め切り発売締め切りということで、こんな感じでリアルタイムで、はい、ライブ配信で受けてくれるので、さあ始まりますよ。これ結構長いですよね。4週ぐらいするんでパッと飛ばしていきましょう。はい、中野さん頼ませ、これをみんな GO。わあ、いいか悪いか分かんねえ。ああ、もう残る。7。残り2周です。うわあ、7。ああ、いきなり波乱ですね。はい。ということで、私で言うところの、7456が一つだけ残りました。いきなりか。これでもね、7の次が8とかその辺が来とったらね、結構可能性あるんかなと思うけど、7456か。まあ次のレース楽しみにしましょう。はい、それでは、これから第10レース、私でいう2レース目ですね。第9レースが7番7走者の方が勝ったんで、私は次もう4番のこの方が勝ってくれないと残念ながら今回はダメですよとなります。で、見てたらこれ7枠って、これで、ね、森さんってスマップ、元スマップの森さんなんですよね。森勝之さんだと思います。確かオートレースに行ったっていうのはね、遠い遠い記憶にあるんですが、まさかここでまたね拝見できるとは本当に光栄ですね。なんでぜひとも森さんには勝っていただきたい。注目の第10レース4番です。頑張ってください。 GO。 あー、やった、できました。お、早船さん頼むよ。いいよいいよ。おっと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 。あ、でも34、3番頑張りつけてます。結構差が開いてますね。うわぁ、うわぁ、はい、ということで今回残念ながら第9レース第10レースで、ね、2つのレースで、外れてしまいました。うん、まあ最後までねワクワク楽しみたかったですけど、はい、まあまた次回を期待してですね、今回全部で10口買いました。20口30口と買うとやっぱりそれだけ可能性が上がる。さらにこういうライブで見れるっていうのがかなり魅力的かなと思いました。はい、だいたい1レースと1レースの間、レース間で25分ぐらいかな。うん、なので第4レース最後まで、番号が残ってハラハラワクワクできるのがだいたい1時間ちょっとぐらいかなという感想ですね。はい、まあ、今回残念ながら外れましたが、ね、元スマップの、ね、森さんが見れたということでよかったんじゃないでしょうか。これからもですねまた継続して、購入してですね、いつか140万円当てて皆さんにご報告したいと思っております。はい、ということで、今回は残念ながら外してしまいましたが、次回必ず当てるぞという意気込みで、ね、当たった瞬間、奇跡的な瞬間見たい方はチャンネル登録、そして、高評価よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。